スコット・トラビスはアメリカ合衆国バージニア州ノーフォーク出身のドラマー。アメリカ合衆国のヘビメタルバンドレーサー X とイギリスのヘビメタルバンドジューダス・プリーストとの県民で有名である。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて72位。1980年代前半はハンプトン・ローズと呼ばれる地元の地域で有名なドラマーだったが、 その後カリフォルニア州へ活動の場を移し、いくつかのバンドを渡り歩き、レーサー X に加入、一躍有名になる。1990年に、念願のジューダス・プリーストに加入。それまでドラマーの入れ替わりが多かったバンドだったが、ようやく現在まで落ち着いている。また、ジューダス・プリーストのボーカルであるロブ・ハルフォード自身のバンド、ファイトでもドラムを叩いており、ロブからの信頼も厚い。 ちなみに、ログが1996年にジューダス・プリーストから脱退した際に、アメリカからのティム・オーウェーンズの加入にもアメリカ人同士で携わった。また、右利きでも左利きでもドラムを叩ける、両利きのドラマーである。若い頃から、ジューダス・プリーストへの加入を夢見ていて、まだ10代の頃、地元のコンサートホールである、ハンプトン・コロシアムの駐車場にドラムセットを、 組み上げてプレイすれば、ツアー中のジューダス、プリーストのメンバーの目に留まるのではと、本気で実行しようとしていた。また、まだ前任のデーブ・ホーランドが在籍しているにも、かかわらず、バックステージまで、自分のドラムを録音したテープを渡そうともしたが、結局メンバーの目に留まることはなかった。しかし、1989年デーブが脱退したことを、聞いたレーサー X のジェフ・マーティンは、 ロブハル・フォードにスコットを推挙し、オーディションを受けることになり、念願のジューダス・プリーストに加入した。以前からスコットの夢を知っていたジェフは誰がドラマーを探していると思うとスコットに電話したという、ありがとうございます。